そうですね、まずエルブレイズとアイリーンという2キャラクターが追加になりまして、でエルブレイズはルチャリブレっていう、まあ、あのプロレス の, あの軽快な動きができるそういう格闘スタイルで、アイリーンの方はコウケンというちょっと猿をモチーフとした剣法を使って経験なんですけども、まあ、そちらの方であのトリッキーな動きができるようなそんなキャラクターになっています。難しいんですけど、まあ、基本的にモチーフにはしてるんですよ。モチーフにはしているけども、それをゲームでそのまま使えれば、まあ、使いますけども、まあ、ゲームでちょっと使いづらいとかあの分かりづらいっていうものに関しては多少ゲームで分かるような感じにアレンジしてるので、まあ、基本的にベースとして使っていて、それをアレンジして使っているって、まあ、その2つのパターンがあります。まあ、やっぱり一番最初にすごくシンプルでスタンダードなゲームを作って、まあ、それを守ってきたっていうのは大きいのかなと思うんですよね。やっぱり最初に触れたゲームってこうどんどんやっぱり次新しいの出た時もちょっと前のゲームで慣れてるところがありますよね。そうやって続けてくれるプレイヤーもいるし、まあ、新しいプレイヤーも入ってきてくれる、そういうなんかちょっとこう歴史というか伝統というかそういうのがあったのが良かったのかなっていう。あんまりこう木をてらってなんか大胆なこう要素を入れたりこう変な変更したりしなかったのが良かったのかな。どうなんだろう。そうですね、あとはまあ出し続けていけてるっていうのをまた支持される原因にはなるとは思うので、そのあたりもあるんじゃないかと思います。